はい、こんにちは、どうも、エルライトです。ということでですね、今回は初めて3700の選手を2体作れたので、まず1体目はこの石川選手ですね。はい、この石川選手をまずは育ててきました。特殊能力も全部レベル5になってます。前回まで使っていた石川選手は僕、タイピンチ持ってない選手の石川選手だったんで、今回からタイピンチありの石川選手を初めて使用します。はい。そしてですね、次の選手を行きたいと思います。次の選手はこの浅村選手ですね。はい。この浅村選手も3500の浅村選手から継承して、特殊も、しっかりして、セカンドの、守備適性をね、B まで上げて、きましたと。じゃあ、この2人使って早速ランク戦していきたいと思います。はい。じゃあ、1試合目ね、やっていきたいと思います。お相手の打率は確か4割6分ぐらいだったので、まあ、初戦にしてはいい相手かなと思ってます。はいはい、オッケーオッケー。さあ、どうしよっかな。まあ、ちっちゃい方でいきましょう。これボール球でいいよ。あー、やばい、入った。まあ今のね、ちょっとボール球投げて欲しかったんですけど、入っちゃいましたと。しょうがないね。さあ、はい、オッケー、これ取れるよ。はい、ナイス。さあ、ワンアウト取って、怖いな。シフト引いておこう。こういうシュートどうでしょうか。ほい。オッケー。え、嘘でしょ。それ落ちる。いやー、今のはちょっとね、取って欲しかったね。しょうがない。切り替えて。これゲッツ。え、嘘やん。なんで？取ってくれ。頼む。いやー、結構厳しいね。これスリーラン打たれそうやね。怖いね。慎重に行こう。オッケー、ナイスボール。こういう流れでね、一発持ってかれるときあるからね。わ。はい。お疲れ様です。いやー、ちょっと待ってよ。石川さん？強いところを見せたいのに、あなた、やってますよ。ちょっと石川さん？いや、マジか。いや、これはね、相手が上手かったね、今のは。これはね、本当にね、きつい。非常にきつい。ほい。ナイスボー。こういうスライダーで、振ってくれ！頼む！よっしゃ！オッケー！ナイス！ツーアウト。いや、タイピンチが全然出ねえな。タイピンチあるから、継承したみたいなとこあるのに。オッケー！ナイス！非常にやばいことが起きたね。いやー、本当はね、1点2点返したかったんですけども、まあ、ご覧の通り、ゼロということでですね。はい。もうこの回、本当に1点も与えない。ゼロで抑えるピッチングをちょっとします。ガチです。いや、まあ、初回もガチだったんだけどね。打たれちゃうね、これね。いやー、非常にきつい。相手が打ち損じてくれることを願うしかない。これ取れる。いや、マジか。なんで。いやー、やばい。いや、タイピン出た。タイピン出たよ、ここで。大丈夫。信じろ。自分の球を信じろ。いけ！よし！これ取れる。これ絶対取れる。オッケー。よし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 。アウト！じゃあ次ね。いや、もう、あとワンアウトなんで、大丈夫なはず。いけ、振れ、よっしゃ、これ取れるよ、取れるよ、絶対取れる。おーじゃあ、ナイス。はい。じゃあね、ここで、今、1点差なんすけど、代打で、今回初使用、3700、浅村さん、行きたいと思います。もう、ここで、さよならホームランですよね。さよならツーランホームラン打って、終わらせたいと思います！嘘でしょ。
や、分かったんだけどな、今。マジか。いや、きつっ。いや、あとね、もうワンアウトしかないからね。とりあえず、追いつこう。うん。ホームラン、打ちたいけど、欲をかいたら負けるからね。ヒットでいい。繋ごう。とりあえず追いつこう。よっしゃ、来たんじゃないこれ、一発。いやー。まあ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 、追いついた追いついた。オッケーオッケー。よし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 。じゃあもうね、さよなら、決めたいと思います。行きまーす。さあ行くぞ。もう、延長戦は行きたくないからね。うん。もう行こう。大丈夫。いける。いけ！いや、マジ？残念。はい。めちゃくちゃ悔しい負け方をしました、1試合目。延長戦行ったんですけど、で、その表、相手の攻撃を、せっかくゼロで抑えたんですよ、石川選手。ゼロで抑えたんですけど、裏でね、僕もね、打てなくて、あのまま終わっちゃったんですよね。うん、なので、まあ、編集では見せてるのかカットしてるのかわかんないですけど、うん、ポイントで普通に負けちゃいましたね。なので、ちょっと2試合目は普通に勝ちたいと思います。はい。嘘でしょ？なんで？ 2 試合連続先頭打者ホームラン打たれてるんですけど。マジか。きついな、これ。相手打率ちょっと忘れちゃった。忘れちゃったっていうか、見てなかったんですけど、いやー、マジか。しょうがねえな。しょうがない、しょうがない。切り替えて。大丈夫。うん。今のホームランはまぐれだと思う。うん。もう一本打たれたらちょっと考えます。オッケー！よし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 。通用してる、通用してる。やっぱさっきのホームランはまぐれ。ね。もうしょうがない。打たれたことをね、くよくよしてもしょうがない。次次。今のバッターをどう抑えるかを考えましょう。まあ、これはしゃあがないね。うん、しょうがない、しょうがない。ヒットは許そう。点が入ってないからね。オッケーオッケー。ここで止めよう、ここで。何貼ってっかなー。ファールね、オッケー。ここのスライダー、振ってくれ。頼む。いやー、ファールか。いやー、いいとこに行ったと思ったんだけど、ファールか。振れ。よっしゃ、これは取れる。オッケー、ナイス。はい。じゃあね、もうバッティングの方は、そうだそうだ。バッティングなんですけど、さっきは代打で浅村さん出したと思うんですけど、この試合はね、2番で、出てるんで、OK！ 追いついたと。はい。そうですね、ここで浅村さん、行きたいと思います。この打席は、カットせずに、行こうかなと思います。いや、浅村さん打とうぜ、マジで。この動画3700が主人公だからね。君が主人公だよ。活躍しろ。いや、マジか。やってしもたはい。じゃあね、3点取れたんで、最後、抑えて勝ちたいなと思います。いやー、まあまあ、浅村さん今回の動画では、え、マジか、やばい。嘘でしょ。やばい、1点差になっちゃった。いや、マジか、先頭打者にめっちゃ打たれるな。なんで？まあいいや。うん、大丈夫でしょう。はい。じゃあもう一回言いますけど、この動画、多分1試合目、2試合目、浅村さん打ててないんですけど、まあでも今後もね、セカンドのレギュラーとして浅村さんは使っていくんで、まあ今後の動画で、多分打てると思うのでね。今日はちょっとお許しください。はい。って言ったら浅村さんのところに行きましたね、今。さあ、ラスト。あとワンアウト取って終わろう。勝とう、勝とう。勝とう、勝とう。大丈夫。ベストピッチ。ナイスボール。オッケー。いいよ。大丈夫。これ筆。振れ、振れ。いやー、見てくるね。じゃあインコースちょっと一球ね、投げときましょう。オッケー。さあ追い込んだ。ラスト。これで見逃し三振。狙う。おーい。振ってくるね。これどう？これ振るでしょ。追い込まれてるし。うっそ。よく見たね。じゃあ、あえてこれね。高等テクニック。フォアボールでもいい精神で。オッケー。よろしい。天才。ということで、リベンジ達成でした。ありがとうございました。